研究課題、プロジェクターカメラ間の軌道伝達強烈の推定に基づく3次元計測法について、早稲田大学オムロンサイニーケックスの千葉が発表いたします。工場の自動化に伴い、ロボットが物体をハンドリングする需要が高まっています。ロボットが物体をハンドリングするためには、物体の3次元形状をロボットが正確に把握する必要があります。しかしながら、金属物体や半透明物体は未だ計測が困難であるという問題がありました。 そこで目標を安価で汎用的な三次元センシングの実現と定め、主に2つの研究に取り組みました。一つ目は、LTM 推定と LTM による三次元形状の計測です。これは現在、計測が困難とされている金属物体や半透明物体を含むこちらに示しているようなシーンを計測できるようなアクティブステレオ計測システムの構築を目指しています。また、2つ目の課題として、低密度天群でのインスタンス認識と位置姿勢推定にも取り組みました。 これは前日の LTM 推定では、計測する天群の密度に応じて計算時間が大きく変化するため、天群真相学習のアプローチを用いることによって、低密度な天群でもインスタンス認識、一致性推定を実現し、ロボットによるバラズミピッキングの高速な実現を目指しました。今回の3次元計測法に使用する計測システムは、プロジェクター1個、カメラ1個を用いたアクティブステロオシステムです。 これは、プロジェクターとカメラの間の画素の対応関係を取得することによって、三角測量の原理から三次元点群を得ます。位相シフト法や空間高度化法などがすでに実用化されていますが、未だ金属や半透明物体の計測が困難であるという課題があります。プロジェクターカメラシステムを用いた表面形状計測の基本原理です。プロジェクターから照射された光線が物体表面上で反射しカメラで観測される、この時これら2本の光線からどの点で反射が生じたかがわかります。 従来のプロジェクターから照射された光線が、シーンで一度だけ反射して観測される直接反射光か、複数回反射して観測される間接反射光かの区別が、カメラ画像上からでは分からないという問題に起因します。こちらの図の上では、黄色の線が直接反射光、青の線が間接反射光となっています。 これらの相互反射や表面化算段によって生じる間接反射光によって、空間高度化法や位相ジフト法などの既存手法では、こちらに示すような金属や半透明物体を含むようなシーンは、うまく計測ができません。この問題に対する古典的な手法として、一方打機関を用いるアプローチがあります。プロジェクターから消失された光線は、空間上で一本の直線をなし、この直線はカメラ画像平面上でも直線をなします。この直線は一方打線と呼ばれ、 直接反射光は必ずこのエピポーラ線上に乗るという性質があります。従って、このウィフポーラ線上に乗っているかどうかでマスクをすることによって、直接反射光か間接反射光かを見分けることができます。エピポーラ機関を用いるためには、プロジェクターの各ガスからの光線を出力した場合のカメラ画像について考える必要があります。このような1ガス照射応答をモデル化するために、ライトトランスポートマトリックス、LTM を導入します。こちらの図のように、 プロジェクターカメラシステムを模式化して考えます。プロジェクターから照射パターンが照射され、物体上で反射した光線がカメラで観測されます。この時、照射パターンとカメラ画像を並べ替えて、それぞれベクトル化して考えます。プロジェクターとカメラの間の輝度の関係が線形であると仮定すると、下の図に示すように、カメラ画像ベクトルは照射パターンベクトルの重み付け和として表現できます。この時、照射パターンに対する重みを表すのが LDM となっています。 このようにして構成された LTM の特徴として、各行が注目プロジェクター画素に対応する一月照射応答を示します。例えば、照射パターンのうち、色が変わっている画素に対応する一月照射応答は、赤枠で示した部分の LTM と対応します。したがって、LTM は一月照射応答を横に並べた行列とみなすことができます。LTM をナイーブに計測するには、プロジェクターのカッカスを引かせてそれぞれ撮影する必要があります。これには非常に時間がかかってしまうため、LTM の推定を行います。 数回のプロジェクト画像の照射とカメラ画像の撮影を行ったとき、これらの照射撮影画像を満たすような LTM の推定を行います。LTM はゼロが多いというスパース性を持つため、これを利用した推定を行います。LTM のスパース推定をライブに行うと計算コストが大きく、高い解像度では実用的な計測が行えませんでした。したがって、アクトアイ研究を通して、いくつかの高速化手法を適用し、大幅な高速化、高解像度化を実現しました。 最終的には4.8から5.2秒で 128×128 の解像度、22から23秒程度で 256×256 の解像度の LTM の推定を実現しています。特に大幅な高速化、高解像度化に貢献したのが多段解像度 LTM 推定です。これはプロジェクター解像度を段階的に変更し、LTM を更新というファインに推定無駄な計算を省略することによって高速化を行います。 こちらに示しているのが多段解像度推定の結果です。既存手法である空間高度化法や位相ジェフト法と比べて、提案する多段解像度推定による LTM 推定を用いた3次元計測法では、金属物体上や半透明物体上でも望ましい3次元点群が再構成されていることがわかります。また別の成果として LTM 推定の白飛び黒つぶれ対応を行いました。LTM 推定では線形な観測モデルを想定していましたが、 実際に計測すると白飛びや黒つぶれが発生し、推定に失敗することがあることが分かりました。観測モデルを白飛び、黒つぶれに対応したものに変更し、最適化問題を拡張することによって、この問題に対処しました。上に示すような暗い色のプラスチック物体と金属物体を含むようなシーンにおいても、うまく LTM が推定できていることが分かります。LTM 推定による3次元計測法を用いて、実際に金属物体のピッキングを行いました。 物体認識と位置姿勢推定は既存手法を用い、端姿勢は手動で与えました。実際のピッキングの様子がこちらとなります。15個の金属物体が試運中にランダムに配置されており、一つ一つ認識してロボットがピッキングを行います。多段解像度 LTM 推定を適用しているため、荒いプロジェクター解像度から徐々に細かいプロジェクター解像度へ移行していることがわかります。 この実験では5回の試行について15個すべてのピッキングに成功しました。同時にプロジェクターカメラシステムも更新し、照射出演の高速化も行いました。このピッキング実験では1個あたり54秒の時間がかかりました。ピッキングにかかる時間の内訳はこの図のようになっています。 これは実用上まだ遅いので、さらに高速化することを目指しました。さらなる高速化の鍵となるのが、天群深層学習ベースの天群処理です。天群深層学習を用いるモチベーションは、天群密度の制約を超えることです。LTM 推定を用いた3次元計測法は、プロジェクターカメラの解像度を小さくすると非常に高速になります。一方、既存の天群処理手法は高い天群密度を要求します。したがって目標として、天群深層学習を用いることによって、 低密度天群での物体認識と一時性推定を実現し、ピッキング全体を高速化することを目指します。今回は全集モデルが与えられているという問題設定のもと、特定の対象物体に特化したデータセットを用意して真相学習モデルを学習します。具体的にはこちらに示すようなシミュレーターを用いて、片面天群のデータセットを作成します。計測されたシーン中には複数の物体が存在するため、 各点ごとに位置、姿勢を推定してから統合するという手法をとります。下の図のように、点群全体から一つの姿勢を求めるのではなく、こちらの図のように、局所点群それぞれから姿勢を推定、クラスタリングを行い物体を認識します。詳細は割愛しますが、こちらの図に示すようなネットワークを設計し、平身、回転の推定を行いました。ポイントとして、前半で平身の推定を行った後、後半で回転の推定を行います。 二つ目に開発したこちらのネットワークでは、さらにアテンションの導入と、R ニアレストネイバーによる局所天群の選択を行いました。評価実験として、こちらに示した物体の位置姿勢推定を行いました。結果はこちらの表のようになっています。他の手法と比較して、バージョン1、バージョン2と改良を加えることによって、高いプレシジョンとリコールを達成しています。天群真相学習による物体認識位置姿勢推定手法と、LTM 推定による三次元計測手法を統合し、 改めてピッキング実験を行いました。実験の様子はこちらの動画のようになっています。試演中には5個の金属物体が配置されており、これらの物体の計測と位置姿勢推定を行います。プロジェクターカメラ解像度が 256×256×128×128 に変更され、LTM 推定にかかる時間が短縮されます。 伴って天群密度が低くなるため、天群深層学習を用いた物体認識実性推定手法を適用しています。実験の結果、特に LTM 推定については大幅な高速化が実現しました。一方、ピッキング精度は悪化したため、実性推定手法の精度の向上が今後の課題です。 まとめると、LTM 推定と天群深層学習を用いた三次元センシングの実現に向けた研究を行いました。次のステップとして、ロボットにとって本当に必要な見えるという機能について研究を進めようと考えています。ありがとうございました。